今より食軍を追撃します。この機に完膚なきまで叩きのめしましょう。赤兵八陣は天然の岩窟を利用した要塞、突破には優秀な工作部隊が必要です。それには工具と工作兵が足りません。まず工具を北部の村落で調達してください。村長を訪ねていただければわかるはず。食軍も向かっておるようですからご注意を。なぜ追撃部隊が撤退を阻むと。食い止めてみせる。そうだな、カコ。しんがりの役目を果たして皆を守ろう。Yeah!
忘れられないようにしてやる。ほら、やらー、やっ、おっ、伸ばしてやる、やっ、うりゃ、うっ、うー、今は引くしかない。敵はなぜこんな辺境の村に。敵将討ち取ったぞ。あなたの部には乱れがない。悠々と流れる大河のごとくですね。はりはり、これは戦争になるようだ。守っておくべきだと思う。忘れられないようにしてやる。どうだ、敵将討ち取ったぞ。筋金入りですが、自分も見習う所存です。指揮者、止められなかったか。すまない。軍に駐屯され難儀しておりました。村を取り戻していただきお礼申し上げます。事情は学者殿から聞いております。こちらが特殊な技法で作られた工具です。工具を受け取ってきてくださいましたか。ありがとうございます。残るは優秀な工作兵ですな。こちらにも当てがございます。勝った、これで一安心だな。うん、見事だ。その調子で奮戦せよ。赤兵八陣攻略に必要な優秀な工作兵、こちらにも当てがございます。かつて五軍で活躍した老工作兵がおります。その者へ書状と工具を届けてください。その者に工作部隊を率いさせれば赤兵八陣攻略の大きな一手となるでしょう。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。うん、話は承知しました。あやつの頼みなら引き受けましょう。じゃがこの工具では無理ですな。あの岩盤をうがてるだけの補強をしなければ。
もし鉱石を持ってきていただければ工具を補強し優秀な工作部隊を編成します。まさしくその鉱石、よくぞ取って戻られた。工作部隊の編成はすでに済んでおりますぞ。久々の大仕事、腕が鳴りますわい。よし、赤兵八陣工作部隊出陣じゃ。艦技工が任務を成功させたぞ。見事だ。赤兵八陣は厚い岩盤の洞窟に作られたもの。内部にはほとんど光が入らないのです。明かりがなくてはとても攻略できません。陣内を照らす松明の燃料の質を上げなくては。その材料となる良質の油が武寮にあります。私をそこまで連れて行ってください。させてもらおう。ありがとうございます。これで良質な油を探せます。赤兵八陣を破る松明を用意してみせますぞ。立った。これで一安心だな。おかげで良質の油を入手できました。ありがとうございます。この油は京南地方でしか取れぬ珍しいもの。赤兵八陣のような場所も明るく照らせます。だが松明の燃料にするには加工が必要。西の果てにある集落に扱える工兵がいるとか。その工兵を探し出してください。そしてこの油を届けてほしいのです。おかげで良質のこの油の今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。噂では。
ようこそいらっしゃいまし。今後ともごひいきに。おや、これは京南でしか取れぬ珍しい油。確かに扱えるものは少ないでしょう。ご協力したいところですが、明かりを灯すための素材が不足しています。その素材を集めてくれませんか。そうすればいい燃料を作ることができます。おお、素材を集めてきてくれましたか。ずいぶん集められましたな。さすがさすが。これで石英八陣をくまなく照らせましょう。乱技巧が任務を成功させたぞ。筋金入りですな。自分も見習う所存です。私が非力なばっかりに
もっと筋肉をつけて出直します。液晶打ち取ったぞ。だな。やったぞ。
いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。私に続いてください。諸葛亮様よりご伝言が。
我らが敵を足止めする間に撤退を取ること。そうか、諸葛亮、みんなすまぬ。私はこれより白帝城へと向かう。陣の奥にも高台があるようです。諸軍はそこから攻撃してくるでしょう。みんな不明な私を逃がせ。そうだ、敵の命を何をせんと。進みましょう。戦況を変えるにはあの地が必要だ。目標決定。俺たちで敵の要所を攻め立てる。決まった。一心不乱に突き進め。石兵不知事、それほど深く入らぬ。ですが、その申し物を頼まれて。敵の痛いところを突いておく。狙うわ。
の地だ。行くぞ。まもなく白帝城にたどり着く。みんな、あと一時忘れられない力を貸してくれ。どうだ。忘れられないようにしてやる。みんなに足止めしてもらいながら、この始末とは。ユーミは追い詰めました。これも皆さんの奮戦の賜物です。敵将討ち取ったぞ。そこまでだ、リュウミ。これ以上の抵抗に意味などない。まだだ。まだ私は引けぬ。雲長と翼徳の無念を晴らすまでは。ならば是非もない。今ここでお前を切る。逃げて玄徳様。姫様。将子殿、なぜここに。賢人様、玄徳様を切るつもりなら私が相手になるわ。そこをどけ将子。私は劉備を討たねばならん。孫悟の家族を守る、それがこの身に課せられた使命なのだ。私も同じよ。大切な人たちを守りたい。虎の牙は愛する家族を守るため。私にも父様の血は流れているから。行って玄徳様。すまない将子殿。将子、それでいいのか。ここで袂を分かてば二度と孫悟には戻れんのだぞ。それでも私は玄徳様の妻だから。ごめんなさい賢人様。ありがとう将子。食軍は撤退しました。この戦、我ら孫悟の勝利です。どうだ陸遜、俺の働きは見事なものだったろ。はい修繕殿、この勝利はあなたの家系あってこそです。陸遜も大した指揮官ぶりだったぞ。ああ、孫悟の大都督として申し分ない働きだった。そんな過分なお言葉です。ところで両党殿、関寧殿のお姿が見えませんが。なんで俺に聞くんだっつうの。どうせそこらで油でも売ってるんじゃ。大変です関寧様が。ったく、この鈴の関寧様ともあろうものが。関寧、なんだ この傷は。よう領土はちっと下手打っちまってよ。物陰からいいのもらっちまったぜ。おっさんに会うのは俺の方が先らしい。おい冗談はよせって。しっかりしろかね。わーり、俺が死んじゃ親の仇が打てなくなっちまうな。ふざけんなっての。あんたには言いたいことが山ほどあるんだ。死ぬな。おい死ぬなっつの。なあ両党、誰かの願いを背負っちまうってのは重いもんだな。おっさんが死んでおめえの気持ちが少しだけ分かったぜ。なあ両党。
おめえの親父とおっさんのついででいいからよ。もう一人分背負ってくれや。じゃああとは頼んだぜ。また私の道のために大切な仲間の命を失ってしまったか。許せ、カンネ。許せ、リョウト。私が前へ進もうとすればするほど大切なものがこの手からこぼれ落ちてゆく。父上、兄上、周囲、帝府、ロシク、リョモ、大使寺、郊外、観念、将校。私は何のために、一体何のために戦ってきたのだ。誰か教えてくれ。よくお越しくださいました、諸葛亮先生。この度は私、陸白玄がお話を受けたまわります。あなたが医療の策はお見事でした。いえ、私などまだまだ勉強中の若輩です。それにしても物々しいですね。私一人にこれほどの兵を並べるとは。今や皆さんにとって私たちは葬儀以上の旧敵。この階段もその延長にあります。ならば警戒して叱るべきだと思いますが。確かに孫武との戦で私たちは劉備殿をはじめ多くの方を失いました。その悲しみと無念は忘れません。ですがそれでもなお語るべきことがあります。孫悟と蜀の再びの命ですか。ええ、我ら蜀漢と孫悟の対立に意味はありません。私の天下三分、亡き周遊殿が描いた天下二分、そのいずれも葬儀の打倒を目的としたもの。今こそ私たちはそこへと立ち返るべきなのです。孫悟と蜀で大国葬儀を打つ、そしてその先は。その時こそこのような席ではなく戦場で死を決することになるでしょう。わかりました。我が殿には私から五色の命の理を伝えておきます。乱世を終えるため今一度共に戦いましょう。